異世界で小木さんなんだよ。アクアのみんなとどこまでも一緒に走っていきたいな。誰かに届くはずだから。いつもはっきりしてる。衣装には自分の願いがこもってるんだよ。迷わせながら未来を迎えろ。一緒に進もう。だからまずは、はい、風が吹いた晴れた日に、どこにいても絶対に見つけ出すから。心がウキウキして飛んでいっちゃいそう。大事なのは好きになるじゃね。この こんなバカな。まだ信じてないの。自分がまず力。どこまでも続く空の下を全力で駆け抜けよう。私もやってみる。今の私じゃない私、それは寂しい。これこうやって動けば当たるはず。伝えたい。ちょっと秘密胸に生まれたばかり。これで これが敵の実力なのか。今日も夢を語る日が、なんとか勝てたみたい。よかった。私も一緒に前を向いて。楽しいと思うね。もっともっとマリーのことを見て。レッツダンシング。いくよ。これで終わりよ。私たちがこの世界のスクーアイローの新たなパイオニアになるのって。さーて本気で行こっか。無理しないで休みつつゆっくり進もうか。ここらで一気に。これでどうだ。さあ次行こっか。ここまでなのか。しけはいつか終わり、必ず凪の時が来る。だからもういいかなくちゃ。なんで思いが届かないって悩むのは苦しいだけ。皆さんの心に魔法をかけるのですわ。どうかお願い。ここまでなのか。
アの活動を始めてから誰かに喜んでもらうことの素晴らしさを知りました。今宵は宴、思う存分騒ぎましょう。いけないことしてない？闇の力が満ちていく。バカだ、やられただと。堕天使ヨハネにかかればこんなものよ。自分たちの力で何かを作っていくことってすごいことなんだね。セイントスノーが今の私の居場所。セイントスノーとしてここに立てることを誇りに思う。悪くないし楽しい。なかなか良かったんじゃない？私はセイントスノーとして行けるところまで行きたい。どこまで行けるのか挑戦したい。